参りましょう。木曜レギュラーの皆さんです。どうぞ。そして、はい、今日からですね、木曜の進行は原田アナウンサーが務めます。よろしくお願いします。入社1年目、ね、1年目なんだ。原田さんの、はい、その青いつのうちわね、はい、演者のうちわを越しちゃってるんですよ、はい、ちょっとね、良くない、良くないね。若子の和の字になった。ちょっとにちょっと控えてくださいね。うちは下げてくださ い、嬉しいよね。ありがたいよね。嬉しい、ありがとうございます。ずっとね、ありがたいですけどね。うん、あんだけやられちゃうとね、アナウンサーとしても気まずいよ。若子さんのが一個もないんだから。いいのいいの、ごめんなさい。もう、あの二人顔をよく覚えましたから。ずっと応援してもらえる。気をつけてください。でも原田さんはどう、心の中ではもっとやれもっとやれってやっぱ思ってるわけですか。これからだんだんいなくなっちゃう方が悲しいなと思うので、毎週お願いします。さすが。って言われたらね、毎週来ちゃうよ本当に。さすがだね。ありがたいじゃない、毎週来てもらえたらね。さあ、それでは早速参りましょう。はい、ということで榊原さんのおすすめの、はい、あ、榊原郁恵のキッチン家電バンバン。忘れるなよ絶対。わかんないじゃん。普通に榊原さんのって。だってキッチングッズです。あとのネタ知らないし。バン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 が何のことか分かんない。お料理バンバン、さっきのやつ。お料理バンバン。その時生まれてた？生まれてはないです。ほら、生まれてるよ。出てこいよ。お料理バンバンの時だけ。榊原さんのおすすめのキッチン家電をご用意しましたので、うん、皆さんに体験していただこうと思います。終わりということで、原田さん初めての、どうでした？いや、もうあっという間で、すごく楽しかったです。良かった良かった、はい、ありがとうございました、ね、これからもよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。ファンの方も来週もお願いします。来週も待ってますからね。ありがとうございました。ということで、ポカポカポーズでお別れいたします、はい、せーの、ポカポカ。